久しぶりにドラマ出ましたね。あの、マネージャーの今村女子が、なんかドラマのオファーが来てるんですけど、やりますかみたいなことを言われて。んで、えっと、まあ、僕の条件は、衣装が入,入れば。ね。とにかく衣装が合わない。ドラマで僕は昔すごく痛い経験をしてますので、ほとんど出てないんですけど、ドラマ出たことないんですけど、 あのー、とあるドラマで衣装合わせまでしたにもかかわらず、えー、なんかの手違いで全然小さい衣装が用意されてて、で、その時の衣装部さんの言い草は、うちにある衣装の中で一番でかい背広なんだからって言われて、それに対して、僕別にそっちの衣装、そっちの用意できる衣装の中で一番でかいかどうかは、俺には関係ないですよ。よ俺の体に合う衣装を、 用意してもらう条件で多分引き受けてると思うんですけど、みたいな感じのちょっと険悪なムードになった上に、最終的にじゃあ降りますっていう度胸もないから、なんか背中がガムテープで貼ってあるっていう。<laughs> <laughs> シリアスなドラマなのに、背広の背中が、かん、を上から下まで全部切って、そこを30センチ背中出して、ガム手で止めてあるっていう、わかんねえけど、俺が着てるからもう間抜けそのもんだけど、カノー姉妹が着てたら、それはそれでありなんじゃねえか、みたいな形で、なるべくカメラの方を全く向かないまま演技をするという、なんなのもともと演技なんかしたことないし、演技もうまくないにも関わらず、その制約何みたいな。 で、そういう、こう、ちょっと、こう、ブルーな経験があるから、今回も、えー、っと、まあ、衣装さえ、合えば、衣装とスケジュールが合えば、あのー、出してください、みたいなことを言ったら、まあ、なんとかなりますよ、みたいので、えー、っと、出してもらったんですけど、めんどくさいなって思うのがさ、いつも、ちょっと、これは、その、一生懸命やりますよ。自分のやれることの中で、あのー、ご迷惑をかけないようにっていう。 ね。仕事としてご迷惑を絶対かけないようにって言うんで一生懸命やります。で、むしろラジオとか、僕はこのラジオ番組を、そういう意味で一生懸命やってるかって言えば、一生懸命なんかやってないです。<laughs> あの、要するに、この、なんつったらいいのかな、言い方、言い方語弊だらけなんだけど、ラジオの一生懸命と、えー、っと、テレビの一生懸命が全然違うんすよね。あのー、最大限の努力をするのは、えー、っと、テレビ。 ラジオ以外の仕事は最大限の努力をします。ラジオの方は覚悟をしてます、すごく。覚悟をして臨んでますんで、やっと語弊がちょっとなくなったと思いますけど、そんな感じで、俳優をすごく目指している人には失礼かもしれませんけど、えー、っと、うー、ラジオ以外の仕事をやるときも、やっぱどっかで、特に、えー、っと、 選択権が僕にあるさっきみたいに今村女子が出ます、オファーがありますけどやりますかって言ってくれるような仕事に関しては特にそこで起きたこととかラジオで喋りたいって超あるわけですそれすごくそのそこで何か変なこと起きるかもしれないじゃんっていうね、えー、のを喋りたいっていうのがあって、えー、じゃあやらせてもらいますっていうことが多いわけです。一生懸命はやりますけど。でも、 本当にドラマとかのめんどくさいところは、情報解禁みたいなのが遅いとってから、それがこうやりますよみたいなのが告知されるまでがすげえ長いからい、やっても言えないことがすごい、お、あるんですよ。実際そのドラマのことも、まだタイトルも正確には言えないし、もっといや、ずいぶん前に俺、声優やってんだけど、これも全然言えないんですよ。全、もう、 いつオッケーが出んのか分かんないくて。前に俺、ゲゲの北郎の塗り壁のアフレコやったの言って怒られちゃったことあって。別に俺が出るのなんかバレたってなんてことねえだろうと思ったんだけども、情報解禁前だからって怒られちゃって。だから今回もその、ドラマのこともちゃんとは全部言えない、どういうドラマにどういう役で出たかっていうのは、 嘘しか言えないんですけど。だからあのー、甘ちゃん、甘ちゃんにウニを破れ出たんですけどね。<laughs> もう、これが役作りが大変でですよ。いつも俺、役作りのために食べたウニがその辺のさ、魚屋で買ったウニだから、あの、明盤が入ってるから、ちょ,ちょっとこう、アクがあるっていうか、明盤らしい苦味があるじゃない。ね。だけど、甘ちゃんの取ってくる、こう、ウニだからさ、 塩水のやつでなきゃいけない。高いんだよ、塩水のに買ってきて役作りしようとするとで。もう結局のところ、もうなんか、意外が、意外が、のとこしかいなくて、監督からも、おい、それじゃクリだろう、なんて言われて。<laughs> なんかすいません、なんつってね。まあ、このくだりは全部嘘ですから。<laughs> もう、具体的な内容に関しては全部嘘でだって、出たこと言っちゃいけないって言われてんだから、しょうがないじゃんけど、そんなの。ねあのー、解禁になったところでまた嘘ついてると思いますけども。 そうなんです。まあ、ガリレオに、ね、ガリレオ、ガリレオに黒板の役で、黒板の役で出たんですけども、福山さんがすごい書くじゃん、数式。だからすげえくすぐったくて、困りましたけども、えー、っと、なんかドラマ出してもらったんです。ちょい、ちょっとした役で、セリグも何個か合う役で出してもらったんですけど、で、内容はまたさておきなんですけど、ドラマのさ、その、アクターズスクールみたいなとこ行ったこともないし、演技に関しても教わったことがないから、 画流でやってるはずっと画流でやってるから、セリフの覚え方、セリフの覚え方ってみんなどうしてんのかね。よく言うのは、まあ、昔俺、その、古畑任三郎に出してもらった時に、これもう解禁になってる、大丈夫 <laughs> <laughs> 古畑任三郎に、あのー、出してもらった時に、もうやっぱり、 田村正和さんは、当然、よく言いますけど、テレビとかよく言いますけど、ああいう主役級のとか俳優業の人たちって、台本を一切持ってこないと。もうそんなものは家で全部覚えてきてるから、その場で台本はもう一切見ませんっていうね。で、あのー、僕は持ってきます。その方が安全だから持ってきますけど、それでもやっぱり、全員がこう台本も見ないで頭入ってる時に、見るのは悪いと思うから、何かあった時のために持ってはいるものの、 現場で開くことはないようにしようとは思うわけですよ。でも、連中はもうほぼず,ずっと喋りっぱなし出っ放しだけど、ちゃんと覚えてんじゃん。なんか、覚え方ってあんのかな俺の覚え方は、今回、これぐらいは言ってもいいだろう。なんか、僕のセリフの最初のセリフが、浜辺で怪しい偉人が発見されたそうですな、っていうセリフなのね。 俺のセリフが、ね。で、それを覚えるときに、俺、字面では全然覚えられないから、いつも絵にして覚えるのね。で、浜辺で、怪しい、その、偉人が、ええー、こう、っかるっていう絵を思い浮かべるんだけど、で結構完璧に覚えたつもりでも、じゃあいざ本番近づいてみて自分でちょっと言ってみると、なんかその、海岸で 絵でやってっから。絵で覚えてるから、海岸でってなっちゃうわけ。ね。で、海岸でっていう風になっちゃうから、あ、これはダメだなって覚え直す方を変える、絵を変えるわけ。で、浜っていうことは、あのー、九十九里浜の具体的な絵を思い浮かべれば、海岸でって言わなくて、浜辺でって言うんじゃねえかと思って、九十九里浜を思い浮かべて、で、その後、偉人って覚えてんだけど、 やっぱこう、絵で、絵で覚えちゃうと、外国人って言っちゃうんだよね。で、これはダメだから、実際は違うんだけど、偉人だからって言うんで、異星人の方が、多分、偉人近いなと思って、その時はメフィラス星人が九十九にいて、それを、あのー、周りの人に発見されるみたいな絵を思い浮かべて、それでやってみたら、意外に、あ、浜辺で、 怪しい、まして怪しいからさ、メフィラス星人の方が、怪しい偉人って言うと、メフィラス星人の方がいい。あの、要するに、変な外国人が、みたいな発音しちゃうんだよね。その普通に、えー、今のイメージで、最初に覚えたイメージで言うと。でそれをメフィラス星人に変えて、それがミッカルシーンを頭に思い浮かべて、で、いろいろやってみたら、浜辺で怪しい偉人が発見されたそうですなって言えるようになって。 これで、大丈夫だな。これで完全大丈夫だって、その絵で固定して、で、本番。ってかまあ、最初ドライってリハーサルみたいな感じだよ。リハーサルをやったら、その緊張が入っちゃうんだよね。周りの、その役、結構著名な役者さんたちが出てるドラマんで、誰かは言えませんけど、ロバート・デ・ニール <laughs> あ <laughs> 見た今の名演技、つい言っちゃったみたいな、つい言っちゃったみたいなやつですよ、今。ね。これで、えー、っと、 緊張して、緊張しちゃって。ほまめで怪しいメフィ。<laughs> だけどさ、周りの人たちはさ、何なのかわからないじゃん。言い間違えるにしてもおかしいだろっていうことになる <laughs> メフィって何だよって思うじゃん。で、俺はもうメフィって言ったことが超恥ずかしくて、うわ、俺が頭おかしいぞと思われるって思っちゃうから。 え <laughs> ただ他のセリフも全然、でかもうしたらこの後さ、それは絶対、ドライっていうところはある程度タイミングとかだから、そのメフィを偉人に途中で、 言い換え、言い直してちょっとひどろぼどろになっても、まあ、とりあえず OK で、照明を直したりとか、そういうのに入るんだけどさ、その間の休憩、休憩っていうか、その、本番を待つ、セッティングを待つ時間がさ、15分ぐらいあるんだけどさ、その間、とにかくやばいやばいで頭いっぱいいっぱいになっちゃってんだけど、映像を変えなきゃと思うわけよ、えー。さっき言ったように映像をつく、俺の覚え方だと、そこのセット、頭の中のセットを変えないと、やばいと思うんだけど、 九十九里浜からメフィラステージが一切帰ってくれないのよ。ずーっともう、最初の九十九里浜のシーンでもう、海辺のとこにちょっとメフィラステージ出てんだよお前はダメだよっていう。もうとにかくお前いなくなってくれないと絶対ダメなんだっていうのに、まあ、 ありとあらゆるところにメフィラスエージン出てきやそのセリフ終わった後のセリフの時にも、必ず関連付けて覚えてるところには、来ちゃったって必ずメフィラスエージンく、来るから、他のセリフにもめって言いそうになるっていう。でもなんか本当にさ、噛むのにさ、ありえない噛み方じゃん。だって本当のセリフ自体は、なんだろうわかんないけど、病気っていうセリフを言おうとしてるのに、 その病気っていうのにもメフラスエジージに来ちゃってるから、め病気っていう噛む噛み方にも練習だけだけど、なっちゃってて、みんなの全然わからないところで俺一人悩んでて。もうその、なんだろうね。みんなはどうやってあの、長いセリフを、覚えてんだろうね。で、今まで結構、そうやってみればいろんなドラマ、出てんだけども、もう一個思うことなんだけど、 ドラマの台本はどこまで読んでいいの要は、俺の役からしたら、俺の役の知ってること以外も書いてあるじゃん。俺それがすげえ邪魔なんだよね。あの、役者さんは多分読んでも忘れられると思うんだけど、俺、この主人公の人が最終的に生きるとか死ぬとかを、 あの本面白い面白い最後まで読むと書いてネタバレだよこれと思うんでいつもおいオンエア前に書いちゃってるよこの本と思うんだけど全部書いてあるじゃんかあれをさ読むものなの読まないものなのかが全然わかんなくてで俺そういうところさっき言ったように一生懸命だからねこれだけ言うと一生懸命あのそれお前手抜きだから読まないんだろうと思われたくないから言っとくけど俺逆に一生懸命だから 俺の役の人が、俺の役割の人が、えー、っと、台本には書いてないけど、当然知ってなきゃいけないこととかは、多少調べていくのね。この年代の、俺何や、海役、海役、海 <laughs> 役だから、あのー、ウニはどんな、リシリのウニは、だいたいリシリコンボを食ってるから、あのー、うまいけど、 そうじゃない、綺麗じゃない海とかで雑食性のウニっていうのは味に濁りが出るみたい。まあ、ウニ自身が知ってるかどうか知らないけど、まあまあそ、その、これぐらいで俺警官役だったんだけど、警官役、結構その年代物の,のドラマの警官役だったんだけど、この年代の警官が、敬礼をしてるのかしてないのかみたいなことは、その、台本には書いてないけど、いろいろネットで調べて、なるほど、やっぱり、その、軍の人間と警察の人間、そんなに変わりのない時だから、 敬礼をしてると。でいて、帽子を被ってるときは敬礼をするが、帽子を取っているときに敬礼をするのは間違い、みたいなことを、見てきたらちゃんとするんだよ。ちゃんとするから、それは、台本に書いてなくても、俺は知らなきゃおかしいじゃん。俺は知らなきゃおかしいことだけど、台本に書いてある、なんか、その、この人が後に偉くなるみたいなことは、読むとさ、 なんか気使うっていうかさ。で、こ、その人が善人かどうかとかも俺なんか全然知らない俺、俺っていうか、おまわりさんとしては俺知らないけど、ましてやさ、古畑任三郎の時なんか読んじゃったからさ、ね。誰よりも早く古畑任三郎のストーリーを知っているという、その特典に預かりたいから読んじゃってるからさ、俺死ぬなって思ってよ、俺死ぬじゃん。俺死ぬし、とか、そのあいつ犯人だしって、わかるじゃん。なんか、 一流の役者じゃないから、それがちょっと忘れられないというか、そのことがちょっと頭に入ることって、超邪魔で。しかし、24は、それをさせないために誰にも教えないんだよね。24は、それ役者の人とかも、その回の台本しかも,もらえなくその回のしかも自分の割と関わってるところの台本しかもらえなくて、後々でこうやって急にこうやってまで、おいおい死ぬのみたいな、私死ぬのとか、私スパイなのみたいな。 スパイだったらスパイって言ってよっていう、それ匂わせるような演技すっから、みたいなのを監督に言うと、監督がそれが嫌だからなんだよ、みたいな。要するにその、女優の白身の演技よりも世界一のスパイの方がちゃんと演技するから、みたいな。その、お前が白身の演技した程度じゃ、スパイとして二流だろ、みたいなことで教えないみたいなこと言ってたんだけど、台本、あれ 読んだ方がいい読まない方がいい読んだ方がいいのか、もう、全然、全然わかんないんだよね。あとやっぱり子役相変わらずすげえわ。なんか3歳ぐらいの子役でしたけど、俺より全然しっかりしてる。メフィとか全然読んで <laughs> セリフとかすげえ覚えてるし。まああの、近くで解禁になった頃に俺が出たことを覚えてたら、だからこれの困るのはね、解禁になった頃に忘れてんだから俺。もう、その、だって、あれもそうだもゲゲゲの鬼太郎の2の時も、 出たの忘れてて、その塗り壁役をやったこと忘れちゃってるから、自分の出てた朝の情報番組で、そのゲゲゲの北郎の告知やってるときに、全く無関係みたいな顔して、なんかどんな妖怪が好きですかみたいな話みんな盛り上がってるときに、あれ <laughs> あれ俺これあみたいな感じだから、まあ覚えてたら、あのー、なんですみたいなことを言います。で、そのドラマの話もすごい急で、 で、何日かぐらい前に、どうしますかって言われて、これで出させてくださいっていう感じで、もう言われてすぐだったんだけど、で、自分の中ではその、そういう、門外観、ね、外の人間が出てご迷惑をおかけしないかみたいなところとか、まああったりするんですけど、まあそういうところに行った話もラジオでできればいいなと思うのが一つと、もう一個は、あのー、 爆笑の二人が、なんか NHK で再現ドラマの中で、えー、っと、手塚治虫の役を、太田さんがやるみたいな、のがあって、太田さんと手塚治虫全然違うじゃんと思いながら、そこをやんだと思って。で、さらにびっくりしたのが、これも NHK で、立川男子の若い頃を、中山秀幸がやるっていう、すご、あ、初めて知った俺もネットで見てびっくりしたんだけど、 じゃあ俺ももう少しご迷惑かけてきてもいいかなと思って。<laughs> ねだったらまあそうかなと思って。ね思い切った人選だよね。そりゃ俺だってまちゃんのウニの役も引き受けてもそんなにウニっぽくない。ウニファンからしてみたら実際のウニと異常に全然違うじゃないかってなったところで、別に俺からやりたいって言ったわけじゃないしっていうことで、<laughs> ヒデちゃんだって、ヒデちゃんが立川男子の若い頃やりたいって言ったんだったら、 マジでって思うけど、多分オファーがあったからやるわけでね。そこをブーブー言ってもしょうがないだろうと。ね、あと、ウィキペディアで見たらさ、ウィキィペディア結構俺が忘れてるようなドラマしてるのことも書いてあってさ、すごいなと思うんだけど、待ったなしってこれ相撲のドラマ出ましたね、待ったなし。あと、古畑任三郎出ました、さっきさ、えー、っと、僕、 殺されちゃう役で出ましたね。あと、踊る大捜査線も出ました。踊る大捜査線の時は、あんまりその前後関係読まない方がいいなと思って、その、この人どういう人なんですかっていうのはすごい聞いたけど、その、関連のことを一生懸命ちゃんと聞いて、やるっていう感じだったから、後に、その、映画とかでも呼ばれるぐらい、なんか、俺は出てなくても、深津エリさんに、こう、 深いトラウマを残してる役みたいなのは自分で自覚がなかったから、あ、なんか俺すげえ悪いやつなんだなって後ですごい思ったっていう、相当なトラウマをね、あのー、高津理恵っていうダブルネームで歌手活動をやってたのよりも結構でかい、なんかト,トラウマ、高原理恵だったかな忘れちゃったけど <laughs> え。トラウマを残す役だったのに後で気づくっていう。 あと、くしくも先週ちょっと話してた、職員室っていう、えー、TBS の2時間ドラマで、俺その、ラジオ DJ の役で声だけで出るっていうのがあって、ラジオ DJ らしくないっつって。<laughs> えぇ、ええジョバチね。ジョバチ。これも覚えてます。あの、金田一光介ので、片岡鶴太郎さんの、近代一光介の時に、えー、と、なんか、京都弁を喋る役なんだけど、 俺、教えてくれる人、教えてくれる人違うから、京都弁の役を、あの、厳しいでおなじみの京都の撮影所で、このバリバリの江戸っ子がやるプレッシャーったらなかったね。俺最初もらうわけよ、そのイントネーションのテープを。俺いで、そのイントネーション通りやるんだけど、その京都の撮影所に京都生まれの、京都立ちの AD さんとかが、そのイントネーション違うっていうし、衣装さんも違うっていうし、 すげえ困りましたね。あと、4人げ本舗スペシャル。4人げ本舗スペシャル、食い逃げのシーンで本当に肉離れを起こして走れなくなるっていう。食い逃げの最後、食い逃げるシーンで僕は肉離れを起こして、病院に担ぎ込まれるという。全く何のアクションもない。ただ食い逃げをして走り去るところで、えー、負傷するっていうね。下手したらおクらいいかって言われたっていうね。で、びっくりしたのが、 フールあるじゃないですか。フール僕、ウォーキングデッドを見るのに、フールと契約してるんですけど、フールものすごい量映画見れるよって言うけど、お決まりのパターンで、あの手のやつのお決まりのパターンで、うわ、なんか、結構その、数に入れてるけど、誰も見なそうなシリーズもの多いなっていうパターンじゃん。確かに、その、見たいような映画もあるけど、最新作はほとんどなくて、俺のイメージはあの手のやつ契約すると、 何は金融道が超入ってるってイメージなんだけど、ねクールに入ってて、そのヨニゲア本舗の俺の出た回が、なんかこう、完全に忘れてたんだけど、あれヨニゲア、ヨニア本舗スペシャルって何か、何か俺の中にピッとくるもんあるぞと思って、月いくらの契約だから見てみたら、 あれ <laughs> この人たちなんか覚えあるぞって言ったら、そのうち食い逃げ班で出てきて、うわっう,ううわっ,ってなったのえー、で書いたんだ。こんな色々ショムニファイナルとか出たの書いたんだけど、こん中に網羅されてないやつで俺全然覚えてないんだけど、あ、ここ抜けてなのあったわ。サウナの玉三郎。サウナの玉三郎ありましたわ。小林年次さんと一緒に出たやつ。あと、あれだ。新幹線物語もありましたわ。 ま、これ二つ抜けてるんですけど、それはまだ俺が覚えてるだけいいじゃないですか。なんか、あの、出た側が覚えてるのに見た人覚えてますかってうのはひどい話なんですけど、<laughs> 俺なんかハッカーかなんかの役で、俺で黒いスーツに黒い帽子かぶって、サングラスだったか丸眼鏡だかをして、なんかすごいパソコンのキーボードを叩きながら、クッキーかなんかを食ってて、で、天才ハッカーの多分。 天才プログラマーか天才ハッカーで、ほいで、そのクッキーのカスをボロボロ落としながら、なんか、あったと思うんだなんかそういうやつのドラマに出たっていう、覚えだけがあるんだけど、あれな、気持ち悪い、あれなんだろう。その役はやった、確かにやって、多分主役は、 ジャニーズの人だったような気はするけど、俺多分主役と何にも絡まなくて、それもすげえ短時間で収録が終わって、確かアカデミー賞の助演男優賞の候補に入ったか、入んなかったかな入んなかったのかな結果入んなか、入んなかったような気がすんだよね。だからもう手がかりはそれだけなんですよ。要するに僕はハッカー役だったっていうことと、確かジャニーズの人、 とが主役だったっていうことと、アカデミー賞の主演団、助演男優勝に入ってないっていうのしか、<laughs> 監督がスルバーグーだっ じゃなかったと、スピルバー、インド映画でもなかったね。で、このみ、まあ、あといっぱい手がかり立つことは可能なんですけども、<laughs> 全くこの、なんでしょうね、この相当によって全然減ることはない。このフィルターがかかることによって、分母が減ることが全くないですけどね。そんな覚えてますね。まあ、だいたいどこに行ってもご迷惑ばかりおかけしてるっていうことですけどね。えー、曲言います。ベースボールェア、ザカットフューチャリングライムスター。そう、この間たまたま、 NHK の BS だったかスカパー見てたら、たまたま日本映画やってて、で、その日本映画も、えー、あれなんか見覚えあんなみたいな感じで、なんかメンツに見覚えがあるなっていう感じで、続ゾ々クゾクし,しながら見てたら、俺ピザーラの店長役で出てきて、うわーこれ俺出たわ出たわみたいなやつ。なんかゴーっていう映画で、で、その、 ゴーってなんか同時期に2作品同じゴーってのがあって、片方はなんか割といろんな賞を取ったやつで、もう片方はなんか短編映画の賞かなんかを取った人が取ったみたいので、その公開感も少なくて、その俺は割とマイナーな方のゴーに出してもらったんだけど、それがなんだかわかんないからたまたま昼間やってて、うーわ、これ俺だって。もう一個思い出したのが、今、そのウィキペディアには、他には、 後期三日月、はつる底泣き、しょむにファイナル、えー、と、刑事捜査官玉坂都シリーズ。まあ、一個一個、あの、ご迷惑をおかけした思い出ありましたよ。<laughs> まあ、あの、僕、この刑事捜査官玉坂都シリーズでは、鑑識会員みたいな、あのー、えー、と、相棒でいうとこの六角誠治さんみたいな役なんですけど、汗が止まんなくて、 そんな鑑識会員でちょっとした手がかりをピンセットでつまんでるのに汗だくっていう。<laughs> <laughs> どう考えても俺の汗の反応が出るだろうっていうその感じだったのとかまあ覚えてますけど、これ以外に俺なんか森光子さんと一回なんか共演したわドラマで。でそれも覚えてるのが、俺なんかディレクターの役なんだ確かディレクターの役で森光子さんのお店かなんかに、そのテレビ番組を取りに来るんだけど、来て森光子さんなんか文句言うかなんかディレクターの役なんだけど、 明らかに体がでかすぎるんだ。いや、わかんないけど、体のでかいディレクターさんはいるでしょそれはいるんだろうけれども、必要がないっていう。そんなにでかい必要が何もないじゃんっていう。だから、そのなんだろうね。古畑任三郎の時は、体がでかいせいでっていうトリックに俺使われてたから、体がでかいっていう理由があるけど、もうね、しかも森光子さんがすごい小柄な方だから、 もうね、絵的に俺見てても、そう、やってる途中からこう、モニターで見てても、でかいってっていう、どうやってもこのディレクター、なんだか、もう、入ってこねえよって思うんだけど、こればっかりさ、いやさ、俺らもテレビ見ててさ、あの役の誰々はこうだよなとかって言うけど、言うけど、いざ自分がやる側になってみると、いや、それは俺がテレビ見せたら、でかいって、あんなでかいディレクターおかしいってって思うけど、しょうがねえじゃん 監督がいいっつうんだから、それで俺がそのでかいディレクターやりたいっつったわけじゃなくてさ。監督がいいっつって呼んじゃうのはましょうがねえよな。あの森光子さんのやつなんだっけな。あれもし忘やったないやなんか、それぐらいかな多分夜寝る前とかにまた思い出すんだろうなそんななんかこうちゃんと役名がありますよみたいな、ちゃんとした役をもらったやつあんまないんで、そういうやつはまあ覚えてる。ここに書いてなくても、 三番テーブルの女っていう、割と、あの、長いセリフのあるやつとかは覚えてるんですけど、うわあ思い出せないんで、その、もう黒ずくめの格好の、そのハッカー、クッキーをめちゃめちゃ食ってるハッカー思い出せない。うん